皆さんこんにちは、法徳学院学習部の室俊です。今日は日記の動画です。公立高校入試小作文の練習をしようと、こういうタイトルで小作文の練習をしておくと入試の時きっといい点を取れるよと、こんなお話です。静岡県の公立高校の入試、国語の問題の一番最後の部分で小作文、これを書く問題があります。課題が与えられて短い文章、これを書くんですね。配点は50点満点中4点から6点の時が多いです。文字数は150文字以上180文字以下と、こういう時が多いです。でも小作文でも作文ですから、作文苦手な人多いでしょ。でいや作文なんでもいいよ、その点捨てても、いやちょっと待って、練習しておくといいことがあるんです、ね、普段から書く練習をしてなければ当然本番のテストでうまく書けるわけがない。だから練習しましょうと、それによっていいことありますよと、こういうことなんですけれど、まず文章の書き方から入ると気をつけたいこと2つ挙げておきます。もっとたくさんあるんですけど、主なものは2つです。1つ目は一文の長さを短くしてください。作文を読んでいてずっと3行4行5行で丸なんて人もいるんですよ。でもそんな長い文章何が言いたいのか分かんないんですよ。多分書いている人もこの文章文で自分が何を言いたいかって分からないままだらだら書いているだけ、文字を埋めていくだけと、こうなっていると思うんですよ。ですから分かりやすくするために一つの文、これを短くしてください。どのくらいの長さがいいかというと2行以内、2行以内ですよ。これがいいと思ってます。僕は生徒に1行半くらいで丸をつけなさいとこう言ってます。このことによってメリットがあるんですね。それは何かというと、この文章の中で自分が伝えたい部分、これが明確になるんですよ。この文で私はこういうことを言いたいってこう明確にはっきり自分で意識することができる。それも含めて読みやすい。だから一文の長さは短くしてください。2行以内ね、これを守ってください。2つ目です。2つ目は主語と述語、これが分かるような書き方をしましょう。日本語ですから主語の省略って確かにあるんです。でも主語が省略されている時って必ず何が主語かって分かっている場合なんですよね。ですからそうじゃない場合は必ず主語と述語、これが分かるように文を書いてください。これによるメリット、これは採点する人、つまり読み手に内容がはっきり伝わるとね、意味が伝わったら採点しやすいですよね。分かりやすい文章だって、これだけの印象がいいですから、主語と述語、これがはっきり分かるように文章を書きましょう。このことを意識して小作文、これを書く練習をすると3つの力、これがついてきます。1つ目は物事を考える力、2つ目は考えをまとめる力、3つ目、これは意見を伝える力、この3つの力がつくんですよね。普段私たちが考える時って自分に身近なこと、これは確かにいろいろ考えたりしますけれど、自分と身近にないものね、あまり関係のないものについて考える機会はないでしょ。でもテストでは課題として与えられたもの、それについて考えて書かなくちゃいけない。だからまず物事を考える力、これがついていきます。さらに考えを文章にしなくてはいけませんから、考えをまとめる力、ね、考えをまとめる力、これがつくわけですよね。さらにそのまとめたものを文章で相手に伝わるように書かなくちゃいけないと、まとめてそれを文章にしてそれが相手に伝わる書き方をしなくちゃいけない。ですから自分の意見を伝える力、この3つの力がつくわけです。この3つの力って
作文を書くときだけの力じゃないですよね。文章を読むとき、この時にもこの3つの力って必ず使うはずです。ですから他の科目の問題を解くとき、この力がついていると問題を解きやすい、理解しやすいはずなんですよね。ですからこの練習をすることによって他の科目を解く力、文章を読む力もついていくので入試に役立つ。だから皆さん、テストの配点がわずか4点から6点だからといって捨てないでください。練習をして他の科目、これを解く力も一緒につけて入試合格していきましょう。今日は、公立高校の入試で小作文の練習をしようというタイトルでお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。